すごいタッグマッチ初めてなんですけど楽しみです、はい、それでちゃんと作戦立ててちゃんとタッチワークいっぱいやっていいチームにしたいと思ってます。そうですね、有名な選手みたいなのでまあ映像いっぱいあるので見たりしてますけど、まあなんとか勝ち続けてこれましたけど、まあ、一番まあ自分が強いか分かんないですけど、とりあえずまあ自分ともう一人強い相手、強いねパートナーがいて、まあ本当にゼストのグラップリングが一番強いなってことを証明するいいチャンスだと思ってます。だからパートナーはすごい信頼してますけどね、一番美味しいとこ僕が持ってきますんで、すごいちょっとよろしくお願いします、はい、そうですね、まあ、タックって、まあ、あんまりイメージよく分かんなかったんですけど、まあ、過去3回やった仲間とタックを組むってことになって、まあ、戸惑いはありますけど、まあ、仲間とするならばすごい頼れる人なのですごいいいと思います。いやもうテツさんとかもビッグネームなんで全然そんな当たりとは思ってなかったですね、まあ、結構まあすごい強い方なんでちょっと、まあ、気引き締めていかなきゃいけないっていうのはあるんですけど、やっぱここで一本取っちゃったらもう自分の名も上がるんでちょっとワクワクしますね。入場の時から、まあ、もうパフォーマンスで勝つつもりでいきたいんですけど、まあ、やっぱりちょっとジャッジさんとかはすごいもうパフォーマンスすごいんで、やっぱまあ試合の戦いでちょっと見せようかなっていうところありますね。中兄弟公開の、まあ、なんか勢いをつけられればいいと思います。はい。まあ、僕が小栗旬で、こっちが岡田なんで。宇宙兄弟ってそういう意味じゃないと思うんですけど。まあ、ある意味は宇宙兄弟なんで、よろしくお願いします。グラップリングのタッグマッチは、この試合形式自体が少ないんで、これでバンと面白く勝って、グラップリングのタッグマッチといえば僕たちみたいなね感じでなるようにバンって見せたいと思う。そうですか。やっぱりこうなんつうかゼストというとなんかおしゃれなイメージがあって、うん、なんかみんなイケメンの人たちがなんかかっこよく戦ってるイメージがありますね。だからまあ僕たちにもぴったりなんじゃないかと思っております。はい。まあもう道場でもその格闘技はちょっと高齢化が進んでると思うんですけど、ゼストはこの檜山選手も若いんですよ。高校生ということで、うん、まあどんどんヤングが出てきて。ヤングですね。ヤングだね、まあうん。まあそこでね、まあ若いものが出てくれば全体的に伸びていくっていうので、うん、羨ましいなと思います。あるんでしょ。そうですね。もう情報収集に今。思い切りもう練習なんてしないでずっとそっちばっかりやってるんですけど、そうですね、槙原選手、宇賀さんよりはなんか150キロぐらい持ち上げるっていう噂があるんで、もう力比べていってやろうかと思ってます。まあね、まあ槙野選手はそのグラップリングで実は試合をしたことがあるんですけど、まあ、グラップリングの試合なのにアップで入念に打撃のシャドウしてたっていうのがすごい思い出に残ってますね。まあ2012年ね、地球が滅びちゃうんで、もうこれ最後のお祭りだと思って、まあ楽しんでください。まあ実はね、清水兄弟もいるし、所今成組のチャンピオンもいるし、もうそれぞれもね、打ち飛ばして待ってろ地球人ってことでね、うん